はい。皆さん、こんにちは。はい。えー、っと、今日は、はい。また、あのー、アマゾンで購入したものの紹介なんですけども、はい。あ、またメガネ曇ってるはい。今日はこういうものを購入してみました。はい。えー、っと、これは何かと言いますとあの、充電式の回路になります。はい。まあ、ああのー、そうですね。アマゾンで、えー、2500円ぐらい。 で購入し,してみました。はい、まあ、あの通常の回路やったらね。あの使い切りでまあ、使い捨てなんではい。まあ、あのゴミも増えるしまあ、環境にもよろしくないということで、まあ、これあの結構ね。今年の冬まあ、今もなんですけども、つあの使っててすごくあの重宝してますね。はいで、まああのまあ充電あの？まあ USB のところから充電しおけば、はい、まあ,あ,のそうだ、ね、あの寒くなったらこう長押ししてこう長押ししてこうランプがこうつくんですけどこのランプがついたらこうこう3段階調整できるんですけどこの、えー、今1個ついたんでこれはあの3段階の一番弱なんですけど、はいまあ、このランプがついてから、まあ、大体まあ15秒ないし20秒ぐらいしたら あのまこのピンクの部分がですねピンクの部分がこうあったまって、はい、あのちょっと寒い時とかあのいいと思います、はい、であの、ね、暑くなったらただ単に長押しで止めるだけなんで,、はい、でもうちょっとねあのちょっと寒いなっていう時は、まあ、ただ単にワンプッシュを押せばこうねランプがつくんではい で、マックス、この、まあ、この3つ、あの、最、まあ、最、まあ、この三つやったら結構ね、あの、大阪でも0度ぐらいの時あったんですけど、まあ、その時やったら、まあ、使え、あの、使ってもちょっと暑いかなっていうぐらい、結構暑かったですね。はい。まあ、大阪であれば、あの、10度以下ぐらいであれば、まあ、一つぐらいでも十分かなと。はい。 で結構僕はあのーまあ、胸ポケットとかにこう入れてね忍ばせてもう結構それでもあったまりましたねはい、まあ、ポケットに入れたりそんな使い方で結構ねちょっと寒い時とかねはに、まあ、使えるんではいでまあ環境的にもいいということで、まあ、結構おすすめかなと思いますんでまああのー、そうですね ま、あ暑くなったらどうすんねんっていう話があると思うんですけど、ま、あその暑くなった時は、あの、ま、ああの、そうですね、これは、あの、充電器にも、あの、対応できるんですね。充電器っていうかね、にもなるんで、はい。ま、あの、ここの USB から、こう、ライトニングケーブルをさしてもらったら、iPhone に繋げたら、あの、充電できたりしますんで、はい。あの、非常に、あの、そうですね。 まあ、充電器代わりにもなるんで、はあ、まあ、これ購入して良かったなと思います。はあ、まあ、あのー、そうですね。まあ、あの、カバンに、<coughs> あのー、入れとけば、そうですね。まあ、ね、まあ、充電器忘れたっていう時も、まあ、これさえあれば、まあ、充電器にもなるんで、はい、あ。で、ちょっと寒い時にも、あのー、回路としても使えるので、あのー、すごくいいなと思います。まあ、使ってみて良かったですね。はい、あ。 いうことで、ま、あ今回はその Amazon で購入した充電式回路をご紹介いたしました。はい。それではまた。はい。失礼します。